チャイコフスキーのバイオリン競争曲に蝶々作品35は1878年に作曲されたバイオリンと還元楽のための競争曲。ベートーベン、メンデルスゾーン、ブラームスのいわゆる三大バイオリン競争曲に本作を加えて四大バイオリン競争曲と称されることもある。1877年、メック夫人から 毎年年金を送られることになったチャイコフスキーは、ジュネーブ古藩のクラランに西洋に出かけ、ここを拠点に、作品の構想や学装を練ったり、イタリアへ足を伸ばして、風光明媚な南国の風物に親しんだりした。そのおかげで、この時期、創作意欲が旺盛になり、公共局第4番や歌劇、エフゲニー・ヨネーギンなどを完成させた。翌1878年4月、 友人で、バイオリニストのヨシフコテックが、3年前に、パブロデ・サラサーテが初演して、大成功を収めたエドゥアール・ラロのバイオリン競奏曲、第2番、スペイン公共曲に単調作品21の譜面を、携えて、クラランのチャイコフスキーのもとを訪ねてきた。チャイコフスキーは早速この、スペイン公共曲を研究し、その研究の成果物として本作は着想されたようで、ある。 コテックのクララン滞在中、わずか11日で本作のスケッチを行い、その2週間後にはスコアリングが完成した。チャイコフスキーは完成した楽譜を、早速、メック夫人に送ったが、夫人から賞賛の声を聞くことはできなかった。当時ロシアで最も偉大なバイオリニストとされていた、ペテルブルク音楽院教授レオポルト・アウアーにも、楽譜を送ったが、 アウアーはそれを読むと演奏を不可能として、初演を拒絶した。結局初演は、後に、ライプツヒを音楽院教授となった、ロシア人バイオリニストのアドルフ・ブロツキーの独奏、ハンス・リヒター式ウィンフィルハーモニー管弦楽団の演奏で、1881年12月4日に、行われた。しかし、指揮者も楽団員も、作品を好まず、 全くの無理解のうちに演奏を行ったため、その演奏はひどいありさまであったという。このため聴衆も批評家もこの作品をひどく批判した。特に、エドアルト・ハンスリックはその豊かな民族色に屁屁し、悪臭を放つ音楽とまで言い切った。しかし、ブローツキーは、国評にひるむことなく、様々な機会にこの作品を取り上げ、次第にこの作品の進化が理解されるようになった。 初演を拒絶した、アウアーも後にはこの作品を演奏するようになり、弟子のエフレムジンバリスト、ヤッシャハイフェッツ、ミッシャエルマンなどにこの作品を教え、彼らが名演奏を繰り広げることで、四大バイオリン競争曲と呼ばれるまでに評価が高まったのである。この作品は、いち早くその進化を認め、初演を行い、世界中で演奏を行うことによりその普及に尽力した恩人。 アドルフ・ブロツキーに検定された。なお、古くからアワーが大幅にカットを施したバンによる演奏が一般的だったが、近年のチャイコフスキー国際コンクールではこの曲を演奏する場合にノーカットを定めている。また、その他でも近年はロシアのバイオリニストを中心にノーカットで演奏を行うケースが増えている。カットなし完全版の CD は、 1979年録音のギドン・クレーメル独奏、ロリン・マゼール式、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団のドイツグラム本番が日本で最初にリリースされている。独奏バイオリン、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファーゴットに、ホルニオン4、トランペットに、ティンパに、弦楽五部約36分。ありがとうございます。